ハローさやたかた、さや小川、さやかじ、さやひろた、広島県広島市出身です。私もです。一緒私は大阪の出身です。僕は福岡の福岡市出身です。しますねします私は今家にいる、あの広島と大阪と行ったり来たりなので、帰省するというよりは、家にいたりします。で、妻がいるんですけど、妻の実家が鹿児島なので鹿児島に帰省したりします。僕はですね、まあ、実家でまずは家族でご飯を食べるんですけど、まあ、その後はやっぱりじいちゃんとかばあちゃんの家にで、まあ、親戚一同集まって、まあ、みんなで楽しく飲んだり食べたりが多いですね。私は実家から今の家まで車で20分ぐらいなので帰ります。すぐ帰ります。何かあったらいつも何をしてますか、年末年始では。テレビを見てボロボロして終わりです。特に特別なことは何もしないです。僕は基本的に実家は広島にいるので広島で、まあ、過ごすんですけど、まあ、兄弟がいまして、兄弟が神戸にいるんですけど、ただ兄弟の家族がこっちに来る。だいたい年末年始は、まあ、家族プラス親戚で、まあ、だいたい年末年始は、まあ、基本的に家族で過ごした後、年始の方で旅行にみんなで行ったりしてました、ね、毎年集まれる機会がその時ぐらいしかないので。私は実家から歩いて1分の場所に神社があるのでもうそこに行きます。もう本当フラッと歩いていく感じです。基本的には1月1日だけど人が多いから1日って、だからあえて3日に行ったりとか、全然それもしますね。今年も基本的には旅行行く前に行くんですけど、まあ、1月1日は逆にみんなでゆっくりして、大体12月31日大晦日で、まあ、どんちゃん騒ぎしてるんで、1月1日みんな起きれないんですよ。で1月1日はゆっくりスタートするんで、まあ、次の日からその次の日に初詣みんなで行きます。ただ結構友達もやっぱ誘ってくれるんで、結構珍しいかわかんないですけど、もうそし年末終わってから、あ、年始終わってからも何回か友達と、初詣って形で神社に初じゃない神社に何回か行くことがあります。でおみくじ引きますと。あ、そうですね。私逆で、私神社じゃなくて近くにお寺があるので、お寺に行くんですけど、12月31日に日が変わる前に行くと焚き火をやってて、でなんかすごく結構人集まってるんですよね。甘酒が売ってたりとか、結構そのお寺なんかすごい繁盛してて、そこに行ってもう本当に11時半ぐらいに出て家を、ですぐのところなんで車で行って、でそこでお参りをして、で除夜の鐘を聞きながら帰ってくる。行く年来る年って年末年始の時にずっとやってる番組なんですけど、あれを車のカーナビで見ながら、その音聞きながら帰ってくる。でもう1日とか2日とかゆっくりするみたいな、どこも行きたくない。で僕はですね、年末に、まあ、友達と集まって、まあ、なんですかね、日付変わるぐらいに、まあ、近所の神社に行って、まあ、お参りするかな。で、まあ、年明けてから福岡に太宰府天満宮っていう、まあ、有名な神社があるんで、そこでまたみんなで、まあ、家族っていうより友達と行くことが多いですね。有名ですよね。有名どころが近くにあるといいですね。梅ヶ谷餅有名ですね。美味しいですから、ね、太宰府天満宮のエピソードを見たい方はこちらを見てください。お母さんもお年玉とかあげられてます？お年玉僕はあげずにもらってます。もらってますね。まだもらってます。いつまでたっても子供なのでっていうので
から習ってますね。優しいご両親だよね。っていうのと、あと先ほど出た姉貴の子供をよくあやすんで、お姉さんからもお小遣いをお小遣いで今年たまはもらって、年明けご飯全部いや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 食べます。皆さんもあげられる？もうさすがにもらえないですし、どちらかというとあげる年ですけど、あげる相手が今親戚とか子供がいないんであれですけど、でももうあげないといけないですね。うん、妹さんとかもらって妹に兄弟感ってあげなくないですか？あげないと。うちは僕もらってるんで何とも言えない。そうか。で僕は、まあ、兄弟は姉が2人なのであげる必要がないんですけど、今はやっぱ親戚の子供とかには、まあ、年齢に応じて1000円とか2000円とか5000円とかはあげるようにしてますね。日本でやっぱ社会人になるとあ、うん、げないとなみたいな、なんとなくそういう雰囲気が出てきて私はあげてもないしもらってもないですね。いつまでもらってました？高校を卒業するまで18歳までもらって、結構早めに切り上げられる、ね、そこが違うんです。え、大学卒業？いや、うん、私多分大学ぐらいのもらってた気がします。僕も大学でしょ。あ、僕は大学、まあ、言ってもなんか大学って子供っていうイメージがあるので、学生だったので、やっぱりさすがに社会人になったら誰か違うかなって、ね、まあまあまあ、逆におばあちゃんもまだ父ちゃんにあげたりするんですよ、うちの場合は。あ、そういうような風習というか。いいですね。でも子供にとっては正月の醍醐味ですよね。いや、そうですね、もう一大イベントですよ、もう。うん、1000円とか2000円とかですね。私の家はお寿司を食べます。で、まあ、毎年お寿司です。年始おせち料理って言いますか？企業ですか？おせち料理、それはおせち料理、それとも別？あ、別です。うちはおせちは一回も出てきたことがないです。へー、珍しいですね。珍しいのかもしれないですね。珍しいですね。おせちが結構来ないことないです。食べたことない。ずっとお寿司ですね。なんか集まるときの大体リーダーじゃないけど核となるおじいちゃんがお寿司が大好き。だからもうそれでずっと何年もお寿司ですね。特別な魚とかありますか？タイとか。特別な魚か。あ、でも祝い事絶対じゃないけど、普段頼むのよりはいいお寿司を食べます。上寿司。あの特上みたいな。特上みたいな。パックじゃなくておけに入ったやつ。ああ、いいですね。いいですね。それがちょっと普段とは違う特別感。それも楽しいですね。僕はまあお寿司も頼むんですけど、まあ、定番でやっぱり食べるのはおせち料理とお雑煮とお餅。福岡では割とブリをお雑煮に入れて、お雑煮に贅沢食べます。まあ、それは毎年食べますね。プラス明太子。お父さんに意外と食べないかもしれないですね。食べないですね。分かりました。意外と食べないですね。お母さんは、うちも一応おせちとお雑煮は食べるんですけど、お雑煮はすごくシンプルです。それは多分大阪だからではなくて、うちの家が多分もともと北陸の方なのかな、母親がだからかも分かんないですけど、お餅しか入ってない。お餅だけでちょっと柚子の皮が乗ってるぐらい、すごくシンプルな、三つ葉とそれだけのやつを飲みます。でおせちは毎年買うんですけど、買ったやつをもう大晦日から食べてるのでほとんど残ってないんですよ。で、大体もう和食に飽きてくるので、昼ぐらいから大体ピザを取って、大体1月にピザ食べてます。ニューイヤーパーティーですね。いいですね。大体そんなピザ行くんですね。大体ピザとコーラ。そうです。私も基本的にはもうおせちとお雑煮なんですけど、お雑煮に関してはそれこそ、まあ、地方によって違うって話ですけど、僕の家は結構豪華で、
ハマグリ入れて、かつ、広島なんで牡蠣も入ってるんですよ。喧嘩しそうですよ。やっぱそれが美味しいんですよ。これも向かいのスープって形になるので、まあ、あとお餅入れて、で結構具沢山で、それに人参とか大根とか、でも結構母のこだわり。でもなんか家、多分地方ごとっていうのは家ごとに違うのかなっていうところがすごくありますね。まあ、あとおせちに関しては基本的に手作りなんですけど、あの必ず栗きんとんって、あの栗をこう、なんていうんですか、まぶすんだ、さつまいもの栗をこしたもの、こしたもので、まあ結構甘い、まあ、お菓子みたいなんですけど、ちゃんとその朝ごはんというかおせちとして出てくるもの、それを大体もうあのその日に作るのが大変なんで、前の日大晦日でみんなで紅白歌合戦見ながら、こしてこしながらつまみ食いするっていうのが、まあ、うちの結構伝統。おそばは皆さん食べないんですか？そばは美味しいですね。年末に食べます。年末そばですね。大晦日のいつぐらいですか？夜。私9時に食べる。9時。夜9時。夜ご飯食べて、うん、そうそう、風呂入ってそば食べるかって9時ぐらいに。あ、でもやっぱ夜なんですね。タイミングあるんですか、その決まり？ないけど、ないですね。だいたい多分夜の人が。夜のですね。年越す前が一番多いんじゃないですかね。夜ご飯食べてちょうどお腹空いてきたぐらいの11時、12時ぐらいとか、夜食みたいな感じですかね。皆さん楽しそうですね。たまたま、すらま、むにゃむ、たふん、ばるー。